ャンネルユミです。おはようございます。おはようございます。というか今ただいまのが8月の、10日土曜日、今時刻が10時15分でございます。斜め右方向です。これからね、東北の旅に、出かけるところでございます。今回はね、あの青森、福島ちょこっと寄って、仙台、青森、秋田、山形の方で、ちょっと行ってこようかなと思います。なんかね、台風が来てるんで、どうなることになるか、あとは王子がね、王子が新幹線で後から追っかけてくるんですけど、それもどうなることやらって感じでございます。はい、なんかね、ワクワクドキドキの旅になりそうな感じでございます。それでは参ります。はい、これね、今、福島県いわき市の近くどこだか分かんないけど山の中走っております。今ね、延命寺に向かっているところなんですけど、あとまだね1時間弱ぐらいかかります。電波も入らないような山深いところです。信号が全くない。今の気温がね、ここ22度、ちょっとね小雨もさっきまで降っててすごいひんやりしてる。山の中だから非常にね快適でございます。はい、今ね、福島県のね、大熊町、双葉町、今これ浪江町なんですけど、あ、道の駅があった。やっとだった。ちょっと前までは入れなかったところだと思うので、人影もあまりなく、お店も全然ないです。コンビニすらありません。これ何なんだろう。すごい、なんかまだまだ復興というか、そのまんまのところなんですね。そのまんま潰れてる家とかもまだあって、もう原発は通り過ぎたんですけども、あ、コンビニがあった。やっとコンビニ、日系ファミリーマート。ずっとね山の中走ってきたんだけど、コンビニすらなくて、すごいね、なんかね、なんとも言えない感じ。まだまだ10年以上経ってるのにね、まだまだなんだね。この辺はスクリーニング場とかあってね、シーベルトの表示も道路脇でまだ出てる。いや、すごい。世界一のパワースポット、延命院。延命院かな、延命院なの、延命院。うわ、海荒れてるわ、やっぱ台風来てるから。うわ、本当だ、海が見えたけど、すごいね、波が。カメラ越しじゃちょっと見えづらかったから。波が、危ないから、波しぶきがすごい、ね、今 の、 あのこれから行くところはペットも飼っていうことでね、ペットか、一緒にフータも一緒に行けるみたいな。道路新しいね、ここね。津波で流されたのかな、畑にならないから。すごいソーラーが、ソーラーだらけ。畑として使え、園外で使えないからってソーラーにしたのかな。ここら辺はそういう風になるのかな、ね、畑のところが全部ソーラーパネル。3時終了だって。
まあいいや、ちょっと見てて。うん、見たまんですね。この地に見だけでいい。はい、着いたんですが、土日3時終了。3時終了。平日は4時なんだ。ちょっともう無理だね。だそうです。すごいね。幸運降天の地。運気を上げる。いやー残念だ。でもまた来よう。なんかいるの。仙台の方に向かいたいと思います。ここからね、1時間半ぐらいで仙台の街には着くみたいなんで、目的の仙台には到着しそうです。あとは台風の動きを見ないといけない。よし、それでは向かいたいと思います。はい、ただいまの時刻が6時12分ですけど、仙台の街の中に到着、無事到着しました。はい、およそ500メートル先、左方向、長町インター出口です。その先、およそ700メートルで料金所です。だそうでございますね。雪がすごい綺麗だね。雪がすごい綺麗で、福島の方はね、あの雨降ってたんですけど、こっちはなんとか晴れてます。曇り予報だったんでね、良かったです。速度出口を降ります。はい、今ね、無事、コインパーキングに車を止めてきました。いつもの牛タン一服でございます。このね、牛タンのたたきが食べたっていつも思うんですけど、はい、牛タン一服でございます。よいしょ。はい、はい、もうね、席を由美さんが取ってくれる2階でございます。はい、ついてハイボール頼みました。それではお疲れ様。腰代わりだ。はい、何時間でした？分かんない。
いろんなとこでちょっと寄ったりもしてるんですけど、寄ったって言っても福島でちょっと、とある方に届けお届け物があってね、そこに行って、まあ、会えは会えなかったんだけど、まあ、荷物を渡して置いてきてね、それから延命寺に、その福島県の石川町から延命寺南相馬まで2時間ぐらいかかって、本当に福島市内なのにね、2時間ぐらいかかって延命寺に着いたのがね、4時半過ぎだったんだけど、なんと4時までだったっていうね。でも空いててよかったね、ここね。で、そこから仙台ね、そこから、延命寺から仙台まで1時間半ぐらいで来れたんだけど、ゴールデンウィークだから、あ、ゴールデンウィークじゃねえか、お盆だお盆だからね、ゴールデンウィークに戻っちゃう、激込みで入れるか入れないかという、ギリギリセーフで入れました。牛タンの味噌焼き、これね一番うまいかな。いろんなとこで牛タン食べたけど、このが一番柔らかくて、これが牛タンのたたきでございます。これが一番食べたくて来たかっただけ。マジで、ああ、オブジェに食べさせたかった。それだけが心残りだ、このホームスタディ。めっちゃうまいな。でも一番うまい。でも一これだけのために仙台寄りました。台風が強いのが動くのかな、ちょっと気になるね。明日は青森の方に移動しますので、脱げもあります。アンバタードレッグで、
ごめんなさい、ちょっと見てみよう。お弁当、お弁当っちゅうのかな。テイクアウト食べてみようと思います。レモンが乗っかってるというね、珍しいわ。食べれんだ。これすげえ。2000円、晩飯の毛ガニが入ったんです。はい、次は何買いますかね。すごいぞ、すごいね。アジとかサバもあるんだ。虹の根元が見えてる。ほらけど虹の根元どう、これかな。